こんにちは。寺田寅彦作、夏目目漱石先生のの追憶の5回目をお送りします。自分の白いネルの襟巻きが汚れてネズミ色になっているのを汚いからといって女中に洗濯させられたこともあったがとにかく先生は江戸っ子らしいなかなかのおしゃれで。 服装にもいろいろの好みがあり外出の時などは随分きちんとしていたものである「君服を新調したから一つ見てくれ」と言われるようなこともあった服装については自分は先生からは落題点をもらっていた「メンネルの下着が袖口から二寸もはみ出しているのが」 いつも先生から笑われる種であったそれから自分が生来のわがまま者で例えば引っ越しの時などでもちっとも手伝わなかったりするのでこの点でもすっかりバッテンをつけられていたそれからティーは国の土産に鰹節をたった一本持ってきたと言って笑われたこともある。 しかし子供のような心で門下に集まる若い者にはあらゆる弱点や罪価に対して常に自負の寛容を持って望まれたその代わり社交的技巧の底に隠れた敵意や打算に対してかなりに敏感であったことは先生の作品を見てもわかるのである。 葬を書いていた頃に自分の研究をしている実験室を見せろと言われるので一日学校へ案内して地下室の実験装置を見せて詳しい説明をしたその頃はちょうど弾丸の飛行している前後のキハをシュリーレン写真に撮ることをやっていたこれを小説の中へ書くがいいかと言われるので それは少し困りますと言ったらそれなら何か他の実験の話をしろというので偶然その頃読んでいたニコルスという学者の高圧のの測定に関する実験の話をした。それをたった一遍聞いただけですっかり要領を飲み込んで書いたのが野々宮さんの実験室の光景である。 聞いただけで見たことのない実験がかなりリアルに描かれているのであるこれも日本の文学者には珍しいと思うこれに限らず一般科学に対しては深い興味を持っていて特に科学の方法論的方面の話をするのを喜ばれた文学の 科学的研究方法といったような大きなテーマが先生の頭の中に絶えず動いていたことは先生の論文やノートの中からも想像されるであろうと思うしかし晩年には創作の方が忙しくてこうした研究の暇がなかったように見える西片町にしばらくいて それから、早稲田南町へ移られても、自分は相変わらず、頻繁に先生を訪問した。木曜日が面会日と決まってからも、何かと理屈をつけては、他の修備にも押しかけていってお邪魔をした。自分の要光の留守中に、先生は修善寺であの体幹にかかられ、 私生の間を奉公されたのであったがその時に小宮君からよこしてくれた先生の宿の絵はがきをゲッチンゲンの下宿で受け取ったのであった記帳して後に久々であった先生はなんだか昔の先生とは少し違った先生のように自分には思われたつまりなんとなく年を取られたというのでもあろう カエルの声の声真似をするよううなな先生はもういなかった。昔描いた水彩画の延長と思われる一流の南画のようなものを描いて楽しんでおられた「無遠慮な批評を試みると口を四角に開いて非常に苦い顔をされたがそれでもその批評を受け入れてさらに手を入れられることもあった」。 先生は一面非常に強情なようでもあったがまた一面には実に素直に人の言うことを受け入れる高校やらしいところもあったそれをいいことにして思い上がった失礼な批評などをしたのはすまなかったような気がする今日はここまでといたしますありがとうございました